魔法使いと七つの扉、略してマホナナ。この番組は私あゆみがお送りするゲストトークバラエティ番組です。さまざまなカテゴリーで活躍する豪華多彩なゲストとともに、ゲストをこの番組独自の切り口で掘り下げていきます。プレゼンテーターの私が師匠、ゲストを魔法使いと称して、リスナーとともに魔法の謎を解明していっちゃいます。今まで知らなかった意外な一面が見えちゃうかもということでございまして、7月後半配信会、前回がねちょうど1周年ということで、お祝いもありがとうございました。配信された直後にねいっぱいメールが届きまして、間に合わなかったんですがおめでとうみたいなメールもたくさんいただきました。ありがとうございます。忘れてるよね1周年とかね。私が言わなかったのが悪かった次回1周年だよとか何も言わずにさらっと今回1周年とかやったもんだからね、いつもこうねメールくださってる常連の方からとか改めておめでとうみたいなもうメールとかいただいたりしつつ、初めての方からのねメッセージだったりとかありがとうございます。無事1年迎えられて、前回一人でソロ配信だったんですけれども、今回から通常回に戻り、ゲストトークバラエティ番組をちゃんとやるという回になっております。もうね世間的にはでもそんなこのなんか割と中途半端なその7月の後半ということで、でも2クール目3クール目になるのかな、1年的にはね7月からっていうことで、夏開始の番組だったんですけれども、もうね夏休みですよ。もう人が溢れております。久しぶりだよね、こうなんか街に出て、あ人が多いなって感じるのがちょっと久しぶりだったから、ちょっとなんだろう、いつもなんかね人が多いと多いなみたいな気分にはなるんですけれども、ちょっとねいろいろこうねコロナの人数も増えてきたりはしてる現状ではありますが、久しぶりにちょっとなんか懐かしい感じのする夏休みだなと思って見てます。なんかねなかなか出られなかったこう配信の時にご時世変わってる可能性もありますが、今増えてるからあれですけど、なんかね子供たちとかねそれこそ小中学生とかでね、なんか全然遊びに行けなかったけど今年遊びに行こうみたいなね家族とかもいるんじゃないかなと思うから、なんかね気をつけてねこう羽を伸ばせる夏休みであってほしいなと思ったりはするんですけど、という私の方はですね、そんななんか夏休みを感じることも何もなくただ暑さになんかもだえている夏休みなんですけど、でもなんかねせっかくだからどっか行きたいなと思ってます。でもなんか誘うのもねちょっとご時世的にねなっているので、そう考えるとそう考えてるうちに今年も夏終わるんだろうなみたいな感じなんですけど、みんな夏休みどっか行くんですかね。いい夏休みを過ごしてくださいね。はい、ということでございまして、今回も始めていきましょう。魔法使いと七つの扉、今週もあなたを未知なる扉の向こうへ。この放送はマホナナ制作委員会の提供でお送りします。魔法使いと七つの扉、物語のプロローグということでメールいただいております。ペンネーム運命の車輪さんからいただきました。僕は普段黒や赤の、服や靴を身につけていることが多いのですが、自分ではラッキーカラーはピンクと銀色だと思っています。全然違うよ。あゆみさんは自分のラッキーカラーあったりしますか？あんまりないあんまりってなんだ、いやないのかな。だって好きな色は逆にあるんですけど、なんだ、ラッキーカラーか。よくねパーソナルカラー診断って言って、そのこの人に合った色を見てもらえるみたいな、こう例えばあなたはこう黄色が実は似合ってますよみたいな、黄色の服でも私着たことないですみたいなのとか、薄めのこうピンクが似合いますよとか、グレーですよとか、こう普段その何を見てやるのか分かんないですけど、そのお顔立ちなのか
まあ、パッと見の雰囲気なのか、まあ、なんか別のことを見てやる占いチックなものなのかちょっと分からないんですけど、そういうの見てこう診断されてる、ね、場所とかがあるみたいなんですけど、私はそういうのもやったことがなく、まあ、自分に合った色とかはあんまり分からないんですけど、どうしてもその、歌のね、そう、歌をなりわいにしているので歌のイメージカラーをつけられることが多いんですよ。なんでその私で言うと大体、ま、赤かな、まあ、もうほぼ8割赤、こう燃え盛るようなこう炎の色が多い、まあ、ロックだったりとか、まあ、ちょっとファンタジーだったりとか、まあね、そういうこう結構なんかこう人が、まあね、よく言われてるのが人が死ぬ歌をよく歌うって言われてますけど、そうだったりするので、こうなんかファンタジーだけど激しい方のファンタジーだったりとかするから赤を言われることが多いんですけど、私服はなんだろう、もうなんか黒オタク特有の黒だって楽なんだもん、黒が汚れないし、いや汚れますけど、でも白より汚れないでしょだったりとかするから、まあ、黒だったりとか、まああとはこうね映像に出たりするので、まあ、番組だったり生配信の番組だったりとか、まあ、あと YouTube とかもそうですけど、顔を出す時にはさすがに毎回黒だとお前なんやねんってなるので、まあちょっと派手派手しい色をこうわざと着てたりはするんですけど、あんまりだからその普段からいろんな色を着ているからかわかんないですけど、そんななんかパーソナルカラー何色かしらって考える余裕はなかったですね。週に1回は必ずこうね、上半身を見せる仕事があるので、なんか違うな、イメージがあれだけど、番組に出るってことね。上半身を見せる仕事があるから、明るい色を着るとか、まああとまあ一回は最低ですよね。だからまあこの番組の配信だったりもそうですし、まああと撮影だったりとか、なんだかんだ入れると週に2、3回はこうね、顔を出したりとか、こうするわけで、そうすると、じゃあパーソナルカラーがあなた、じゃあ黄色ですよって言われたとして、まあ黄色ばっかりするわけにもいかず、逆にこう知らない方がいいのかな、みたいな。知っちゃうとさ、ね、なんか私黄色なのに今日グレー着てるみたいな気持ちになったりもするのかなとか、まあね、そこまで極端ではないですけど、ちょっとなんか気になるじゃん。朝の情報番組でお前は12位だって言われたら、うんってなるでしょ。なんかちょっとふとした時とかに、まあでも今日12位だからなって思ったりとかするから、ちょっとたまにこう気になってしまったりするので知らないようにしてるのかもしれない。知った方がいいんだと思うんですけどね、行動しやすいんだと思うんですけど、パーソナルカラーもそうだし、ラッキーカラーもそうだし、オレンジだったらこうね、ちょっとこういうとこへちょっとしたオレンジのものを持つとか、なんかね、せっかく見たんだったらと思ってしまうから、あえて見てないのかもしれないですね。なんか女性の方はわかると思うんですけど、お化粧とかのね、メイクレッスンみたいなやつとかで、なんかあなたはこう、例えば、この ベースの色、例えば、イエロー系のイエベと呼ばれるものだったりとか、あなたはこのベース的にはこの色が似合いますよとか、この色を使うと、こう、血色がよく見えますよとか、あとはなんかくすみがなくなりますよとか、いろいろこうね、お化粧のベースでもあるんですけど、そういうのとかもね、なんか、まあ、友達が言ってたりとか、まあ、あとなんだろう、ネットのこう、レビューサイトみたいなので見たりはするんですけど、そういうのも言ったことがない、ね。メイクさんに聞くからかもわかんないですけど、興味がないのかもしれない。気にした方がいいのはわかってるんだけどね。でもなんかそういうのはもし、なんかこう、誘ってもらって行けるんだったら、行くかもしれない。でも気にしちゃうからな、っていうのもありつつ、ちょっとね、複雑な気持ちでございますね。全てのカラーがそれにはならないですからね。まあ、極端なことをしたいわけでもないです。はい。ということでございまして、この番組では普通歌を募集しております。宛先は温泉番組配信ページの投稿フォームまで。それではここで一曲お届けしましょう。テレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかより主題歌です。私は意味で、シュショテ。合図したら囁いて、世界が目覚める前に捕まえて、幸せの音色を
書店を聞いていただきました。続いてはこちらのコーナーです。魔法使いと7つの扉。7つの扉へようこそ。このコーナーでは各分野で大いに魔法を発揮しているその道のエキスパート魔法使いをお招きしています。今宵魔法使いの前に現れるのはこの7つの扉。それぞれの扉を開いて魔法使いの新しい一面をこの図書館の本に記していきましょう。ということで今夜の魔法使いはこの方、女優そして元 SKE48 ワンちゃんこと犬塚浅野さんです。よろしくお願いします。お願いしますはじめまして、ワンちゃんこと犬塚浅野です。よろしくお願いします。お願いします。いや会えましたねそう本当に会えたの嬉しすぎますよね。なんかこうネット上出てたんですけど、うん、ゲームとかからそうです、ね、お会いできたのが嬉しいです。うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんだかんだまだ初めて出会ってからそんなに経ってないですもんね。そんなに経ってないか、半年ぐらいだと思います。うん、だからなんかちょうどそれこそ1000人達成するみたいな時にね、うん、一緒に立ち会って奇跡の瞬間みたいな瞬間になった。そうなんですよね。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はいっぱいいろんなお話聞いていこうかなと思ってるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、ワンちゃんをめぐる7つの扉を開いていきたいのですが、目の前に7つの扉があります。あります。どの順でいきましょうか。どれにしようかな。どれでもいいですよ。じゃあこれからいきます。はい、開いてください。でん、何ですか。犬。あ、犬。犬、これメールでいただきました。読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。ペンネーム大人の冷やし中華さんからいただきました。キーワード、はい、犬。うん、散歩中の犬や動画なんかで犬を見て可愛いなと思っても、その後でもやっぱりうちの子が一番可愛いとなるのが犬界あるあるだと思っています。そうです、はい、ということで、犬塚さん的うちの子ナンバーワンポイントを教えてください。ちなみに私の場合は、散歩用のリードを持った瞬間に向けてくる期待に満ちたキラキラした顔が最高オブ最高ですということでいただきましたがうちの子ナンバーワンっていうのがあるんですけど、まず犬を飼ってらっしゃる。そうです、犬飼ってるんですけど、私なんせ4匹いるんですよ。4匹なのでナンバーワンって言っちゃうと、あ、そうですね、そう、どの子がナンバーワンなんだっていう話になってくるの で、あれなんですけど、やっぱりうちの子っていうだけで全然違うわけですよ。で、うち結構ドッグランとかにも連れてったりとかするんですけど、すごい。そうなんですよ。そうするとやっぱりトイプードルだったらトイプードルの集いみたいなのが気づいたら出来上がっていて、あ、ドッグランの中で。そうなんですよ、ドッグランの中で気づいたらそのトイプードルを飼ってる家族たちがこう集合しだしてトイプーが10匹ぐらい集まった状態でみんな写真撮ってるんですよでもやっぱりみんな全員思ってるのが、やっぱりやっぱりこの中でもうちの子が一番可愛いわって全員いわゆる親バカ的な、あ、そうです全員親バカで、でも犬が好きだからみんな可愛
いんですよ。わかりますわかります。みんな可愛いんだけど、ね、ここで自分のワンちゃんの自慢話をしてるっていうのがやっぱりあるあるなのでなるほど。でも想像つくな。そうなんですよね。ワンちゃん的にこう飼われてるの、うん、ちなみに犬種をお聞きしてもいいんですか。トイプーが1匹と、はい、マルプーっていうマルチーズとトイプードルのミックスの子が1匹と、はい、ポメが2匹。なるほど。ポメラニアが2匹いるんですけど、まあやっぱり犬種が違うと性格も全然違うので、うん、犬種でやっぱり性格が違うんです。全然違いますね。なのでそのトイプードルの子は結構マイペースで賢い感じなので、うん、そのなんていうんですかね、人間に惑わされないと言いますか我が道を行く感じが、はい、面白い。はい。のでうちの子が一番可愛いし、いい、マルチーズがそこに入ってくることによってマルプーっていうそのトイプードルプラスマルチーズが入ってくることによって、はい、ですねすごく愛嬌があるというか人懐っこくなってくるんですよ。おー、なるほど。なので一番犬らしいくもあり、あと嫉妬深くもあるので、その4匹の中でダントツ私が一番でしょってアピールしてくるのがそのマルプーの子であったりとか。それも可愛いですね。そうなんですよ、アピールがね。あとポメラニアンの子2匹に関しても色がちょっと違くて、チョコレート色の子と、はい、ブラックタンっていうブラックとちょっと茶色がミックスされてる子なので、その子たちもちょっとずつ性格違うんですけど、好奇心旺盛でもう何にでも興味があるので、お散歩とか行ったらもうこんにちはこんにちはって道行く人全員に挨拶するみたいな感じな子だったりとか。愛嬌がある。そうなんですよ、うん、っていうね、それぞれ違うんですけど、やっぱりうちの子がナンバーワンっていうのはもう絶対ですね。なるほど、はい、いやいいなこのなんか4匹いてもそれぞれ違うっていうのがまたね。そうなんですよ、いいですね。うん、だからやっぱりそのいろんな犬種を飼うことで分かってくることもあるし、犬も好きだけどちょっと猫も最近いいなって思い始めてて、これ以上増やす4匹結構、さすがに、そうなんですよ、さすがにちょっと厳しいのであれですけど、でも猫もいいなって最近ちょっと思い始めているという。これちょっと次回来てもらった時に増えてる可能性が可能性がありますよ ありますね。そうですね、はい、じゃあ次の扉開いていきましょう。はい、それではじゃあこれにします。はい、女優になったきっかけ。女優になったきっかけということで、まあ、はい、いろんなねゲストさんがいらっしゃってる中で魔法使いになったきっかけを聞いてるんですけれども、はい、うん、女優になったきっかけっていうと。そうですね、私実は小学校の4年生から芸能の活動をしてるので、今芸歴18年目になりまして、ありがとうございます。で、小学校4年生の時から私は自分で芸能人になるって言ってお母さんに言ってるんですよ。で、まあ、最初は本当に NHK の番組に出たいっていう、はい、なんて言うんですかね、私の好奇心みたいなところからの始まりなんですけど、はい、そっから女優になりたいって思ったきっかけっていうのが本当にそのドラマにハマりだして、お中学生ぐらいのタイミングかな。それまではずっとそのモデルの仕事をしてたんですよ、小学校4年生からは。で、写真を撮られるのが好きだなって思ってたんですけど、まあドラマにハマり始めて、はい、こういう風にその演技ができるって素敵なことだなって思ったんですよ。はい、で、私もこういう風になれたらいいなって思って女優になりたいって思ったのにもかかわらず、なぜかそっからアイドルになるっていうじゃあどういう何があってこう方向が決まったんですか。そうですね、はい、そっから高校2年生まではずっとモデルの仕事をしてたんですよ。はい、で高校2年生のタイミングで、私身長153センチなんですけど、はい、モデルにしてはちょっと背ちっちゃいなって自分でやっぱり思って、でモデル事務所だったので自分がどっちにしても女優になりたいし、モデルとしてはちょっと身長がちっちゃいなっていろんなことを考え始めたタイミングで、はい、女優になるためにまたオーディションを受けようって思って、はい、オーディション雑誌を買ったんですよ。なるほど。でオーディション雑誌を見ながら、ダメだこれ浮気してることになるって思って
自分のモデル事務所の方に辞めますっていう連絡をして、辞めさせてくださいって言って辞めて、はい、そっからそのオーディション雑誌の中で、あの女優になるための事務所を何個かピックアップして3つぐらいかな送ったんですよ、はい、でその時にオーディション雑誌にたまたま SK48 の4期生のオーディションの、はい、あのやつも載ってて、はい、アイドルかと思って、私女優になりたいけど、まあアイドルちょっと送ってみるみたいな、本当に軽い気持ちで事務所3つプラス SK48 を送ったんですよ、はい、で全部オーディション同時進行してて、はい、で3つともありがたいことにその面接お願いしますって言っていただいてて、すごいでそれが東京だったんで、はい、あの東京に行くタイミングでいついつっていう予定を立ててたら、その前に SK48 になってて、早かったんですよ、一足飛びぐらいだったんですけど、そうなんですよ、その前になってたSKE のオーディションが早くて結構ポンポンポンって。ちなみにオーディションってどういうことするんですか？最初にまあ書類審査があって、連絡が来て、その後に面接、軽い本当に10人ぐらい並んで、はい、1人ずつ名前と年齢と何言ったかな、本当にちょっとしたことを言っておしまいみたいな、はい、へー、すごいあの短い時間の面接がバーってあって、それに受かったら今度はダンス審査があるので、はい、あの先生に短時間でまたパッて教わって、それを何人かで踊って、はい、面接官十何人とかの前で踊って、そうなんですよ。でその日のうちにもうダンス審査の結果が出るんで、その後に歌唱審査があって、はい、あのみんなの前で歌を歌い、はい、でその場でもう発表されるんですよ、合格合格かっていうのが。そうなんですよ、はい、っていう感じでポンポン受かった結果、あらら私アイドルだってなるっていう感じだったので。そうなんですよ、結構なんかすぐなったみたいなあれだったんですけど、めっちゃしっかり審査するじゃないですか。そうなんですよ、しっかり審査はしてるんですけど、日程的には本当にトノトンって感じで行ってたので。そうなんですよね、もうなってたなってたんですよ。だから他の事務所の人にもごめんなさいみたいな電話を入れて、すいませんちょっと受かってしまったところがあってって言ってお断りした思い出がありますねそうなんですよ、本当にだからタイミングですね、うん、だから本当にその高校生の時はもう女優になりたいとは思ってました、はい、だから思いながらアイドルしてました。あーでもね、うん、その、まあ、SKE を卒業されて、はい、実際女優になったっていう。そうですね、今どうですか？いや、やっぱりすごい楽しいですし、そのアイドルをしたことでアイドルも曲のこう表現をするっていう意味では、はい、まあ、女優と似たようなところはあるので、はい、まあ、そのあたりはやっぱりアイドルを経験したことで、はい、やっぱりあの女優としていろんな言葉を発して表現するっていうのは、うん、すごくアイドルをしててよかったなって思えるところもたくさんありますし、アイドルもすごく楽しかったので、うん、やっぱり改めて私はあの芸能界が好きだなって思いますかね。もういい話全部聞いただからもう私はあの90歳になっても100歳になっても女優でいたいと思ってます。いやもう優勝もう今日はもう2つの扉で終わり。いや、もうめっちゃまとまった、綺麗に。いや、いい話だな、応援しよう。もう涙出る。いい話だな。そうなんですよ。だから。でもね、やりたいこともできてね。そうですね。もっともっとだから上を目指したいなと思っております。ちょっとめっちゃ応援します。ありがとうございます。応援してください。せっかく、なんで残りの扉開いてもいいですか？開いてください、ぜひ。お願いします。はーい。ギャン。お、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃、はい、というキーワードが出ましたけど、そうですね、これはあの私が考えたやつなんですけれども、はい、あのちっちゃい頃私お母さんにめちゃくちゃ迷惑かけた子供で、俺今までのエピソードからちょっとイメージが違うぞそうなんですよ、あの今は私全然人見知りもしないですし、はい、結構人間大好き、人大好きで、そうなんですよ、なんかコミュニケーション取るのも楽しいっていう子だったんですけど、生まれたばかりの時からそうだな保育園ぐらいまでの時は、うん、私人と目合うだけで大号泣だったんですよ、人見知りすぎて
見知りっていうレベルがちょっとレベルじゃない、そう、はあ、そうなんですよっていう感じで、お母さんがそのお買い物に連れて行っても、はあ、やっぱり子供も抱っこしてたら、あ、可愛いねって寄ってってくれるじゃないですか、まあそうですね、はい、もう目見て大号泣、でお母さんすいませんすいませんすいませんみたいな子だったみたいで、なんかたまにねそういう光景を見かけたりするんですけど、もうそれが日常茶飯事ってことですよね、ずっとだったらしいんですよ、みたい で保育園でも私はもう先生も嫌い、はい、生徒も嫌い、だから孤独の戦士そう、はい、だからもう幼稚園バスでいつも行くんですけど、はい、お母さんにしがみついてギャンギャン泣きながら行きたくないってもうギャンギャン泣いて、先生にこう引っ張られながら先生嫌いみたいな感じで、もうそんな時代が、そうなんですよ、で保育園に着いてもずっと泣くっていう、何か遊ぶわけでもなく泣く、ずっと泣いて、あ、それを見てあのやっぱり生徒たちが一緒に遊ぼうよって、あ、声かけてくれるんですね、うん、声かけてくれるんです、優しい子たちが、そしたら声をかけるなと私孤独の戦士泣いて怒って、はい、で泣かないでって背中さすられたら触るなと消え散らかしてでそれを先生は書かなきゃいけないんでしょうね、連絡帳に、あ、ね、あの朝菜ちゃんはあの背中をさすられて触るなって消えてましたってあの書かれて、お母さんになんで触るなって言ったのって怒られてお母さんの気持ち、そうで触られたくなかったもんってお母さんに言うっていうあの思い出がすごくあるので、もう今とは考えられないぐらい真逆の子でした。なんかそれが払拭できたのはどれぐらいの段階なんですか？だからそれも多分芸能の活動をしたいって思った、小学校4年生、気持ち小学校4年生ぐらいの時に変わってるんですよ。それまでもしかしてそれ引っ張ってる感じですか？引っ張ってます。わお、ずっと引っ張って、わお、もう人嫌いで。わお、そうですそうです。あら、そうなんですよね。変われてよかったですね。本当にね。そうですね、だから小学校4年生私忘れられないんですけど、小学校4年生の終わりにその芸能活動を始めたんですけど、小学校4年生の夏休みぐらいに芸能活動をしたいって思ったんですよ、はい、で夏休みで私があまりにも変わりすぎて、はい、あの学校が始まってすぐ夏休み明けのすぐに、はい、2学期、そうですそうです、はい、2学期始まった時に私の目の前に座ってた男の子に誰って言われるっていう、一体何誰、人が変わりすぎてることですか？そうなんですよ。えそれはなんか風貌とかじゃなくてもうオーラが何かもう変わったってことですか？そうみたいで、あれ、一体夏休みで何があったんだって聞かれましたね、小学校4年生の2学期にそのなりたいって思ったのは、うん、そのな何だったんですか、その天才テレビくんっていう、あれに出たかったんですよね、私は。なるほどそうなんですよ、テレビ戦士になりたかったんですね、テレビ戦士になりたくて、孤独な戦士からテレビ戦士にバージョンアップしたかったんですねそうなんですよ、はー、でテレビ戦士見てて、テレビ戦士って元気だなって思って、その戦いますしね、そうなんですよ、だから全員と戦ってたら良くないなと思って、孤独な戦士じゃ良くない、そりゃそうですね、っていうことに夏休みで気づいて、はい、あのニコニコしながら学校に行ったらビビられるっていうそれはまだって1学期と人が変わったような、あれちょっと中身の人変わったかなみたいな感じになりますよねそうなんですよね、あ、でもなんかね、今のワンちゃんを見てると変わってよかったなってなんとなく思いますけどね、そうなんですよね、だからお母さんからしても誰って感じみたいですお母さんの苦労を考えるとね、本当にありがとうって思いますね、お母さんには、すごいな、はい、全然違ったんやろなそうです、本当に面白い、違いましたね、よし、じゃあ次行きましょう、はい、扉開いていきましょう、はい、じゃん、こちらです、何でしょうか、夏の悩み、あー出ました、はい、夏の悩みいただいたんですけれども、はい、なんですけど、私なんでかわかんないんですけど、夏ってでめちゃくちゃ虫に好かれるんですよでこれ私すごい謎なんですけど、あのかわいそすぎる、はい、あのですね、例えば
まあ、いろんなエピソードがあるので、はい、あのでっかい事件だけ言うと、はい、あの SK48 時代におはようございますってこう、はい、あのみんなのところに行ったら、はい、止まってって言われて、はい、何何って言ったら、はい、肩に2匹青虫乗せてたんですよ。待ってってなって、でっかいでっかい太い青虫が2匹乗ってて、はなんで私は今青虫を2匹も乗せているのってなって、えどうしたらいいのこれってなって、誰か触れる人って言っても触れるわけないじゃないですか。もうみんなアイドルですからね。そうなんですよ、はい、で私の元からイヤーって人がいなくなって、はい、どうしようどうしようってなって、そのレッスン場の上にマネージャーのさんの、はい、あのみんながいるところがあったんで、はい、肩に2匹あの乗せた状態でエレベーターに乗り、私はその子たちをこう見つめながらマネージャーさんのところに行って、すいません誰か青虫取ってもらえませんかとか言って何が起きたのってなってたりとか、なんかね、そういうね、あのちっちゃい子向けのアニメありますけど、うん、ちっちゃい子動物連れてみたいな、うん、青虫はなかなかないですね。そうとか、あとあの私結構編み込みヘアみたいなのをするんですね、はい、で編み込みヘアしてて、もう嫌な予感しかしない、歩いてたら友達にこれさって言って、なんでか分かんないよみたいな、なんかね動いてる気すんだよねって言われて、編み込みが待ってみたいな、うん編み込みが動いてるって言われたんですよ。で待って待ってみたいな、何何ってなって、友達がおいでって言われて行ったら、やばいってこれとか言って、で3人でいたんですよ、はい、女友達3人でいて、2人で、はい、ちょとか言って、2人でめちゃくちゃ見られて大爆笑されて、なんでなんだろうね、なんでかわからんけどって言って、1人の子があの虫大丈夫な子だったんで、その子がこうやって手にこうやって乗せてるんですけど、どう考えてもな何匹かおるなこれっていう、何何ってなって、あなた今これを編み込みの中に隠し持ってたよって言われたのがダンゴムシ3匹なんでってなって、なんで私の編み込みにダンゴムシ3匹おんのってなってみたいな、なんかパニック森で住んでるそう本当になんでなのって話なんですよ。普通に家で編み込みをして電車に乗って友達と会って、別に森に行ったわけじゃないんですよ、普通にランチに行っただけなのになぜ私の頭にダンゴムシみたいな、見たことないですよね、はい、私も見たことないんですよ。見れてない、見れてない、それね自分の髪だから、そうだろうってなってたりとか、あと今年はですね、もうすでにあのセミに泊まられてるんですけどしかも序盤、まだあのセミが鳴いてない頃にあれ今年初めてセミの鳴き声聞いたかもとか思って、はい、どこだろうセミ、近いなちょっと待って近いなってなって、キョロキョロってしたら足にこんにちはってセミがいてちょっと待ってなんでお前ここにおるんじゃってなって、どうしよう私このセミ捕まえれないんですけどみたいな確かに一体これはどうしたらいいのってなっちゃって、で、あのもう駅前でダンスをするように足をブンブン振り回してどうにか飛ばそうとするんですけど、森じゃなくて街中の話してます、街中ですめちゃくちゃ街中です、なるほど、はい、本当に居酒屋とかがいっぱいある、はい、あのちゃんとしたあの繁華街、妄想ではない、あ妄想ではないですね、ちゃんとした、はい、ちゃんとしたしっかり見たし、なんなら写真も撮ったのでもう絶対にいるんですよ、はいでなんだよお前はってなってで全然飛んでいかなくてでブンブン足を振り回すごとに、そのセミさんの足がうーん飛びたくないって私のこう足にしがみついてくるんですよそんな私セミとイチャつきたくないんだわと思って確かにそうなんですよ、で暴れまくって、はい、あの道端のおじさんに大丈夫って言われて、すみませんちょっとセミが止まっててって言ったら取ってあげるねって優しい優しいおじさんありがとうおじさん、知らないおじさんに取ってもらうっていう事件があったりとか、これ私本当に夏の悩みなんですけど、なんですかねわからん
わかんないですけど、聞いたことないんで、特殊だと思います。特殊技能。すごいですね。そう、悩みすぎて調べたことあるんですよ。虫に好かれすぎる人間みたいな。全然出てこなくて。それで、それ書いてる人もいないでしょうからね、まあ、なかなかね。ああ、そうか、と思って。だからちょっとこの悩み解決しそうにないので。もういや、残念ですね。そう、誰かわかる人いたら教えてください。よろしくお願いします。いや、いないじゃん。そんな編み込みから虫出てくるなんて、もうちょっと恐怖でしかないですけどね。あの、部屋が汚いとかそういうのじゃないんでね。あの、皆さん勘違いしないでください、ね。森に住んでる。森に住んでるとかじゃないんでね。それだけはちょっと勘違いしないように。すごいな。お願いします。はい、はい、じゃあ続きまして扉開いていきましょう、はい、お願いします。じゃん、じゃん、お、アイドル、アイドルというキーワードをいただきました、はい、ペンネームマイクロファイダーさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ございます、ワンちゃんマホナナに来てくれてありがとう、ありがとう、華麗に女優さんに変身したワンちゃんですが、うん、アイドルと女優だとどんなことが違いますか、うん、気をつけてることや生活習慣とかも変わりましたか、どちらも大変だと思いますが、どっちのワンちゃんも大好きだよといただきました、ありがとうございます。どうですか、やっぱ違いますか。そうですね、全然違うと思います。全然違う。例えばまあね、ここに書いてあることだと生活習慣とか、あと気をつけてることとかもありますけど、そうですね、そもそもそのアイドル時代は、はい、あのたくさんの人数で生活をしていたので、なんせ48グループっていうぐらいなので、まあまあまあ、あの移動とかも全部何十人単位で移動するわけですよ。まあ、なのであのぶっちゃけ何も考えてなくても気づいたらその場に着くんですよ、仕事場に乗ってたらね。あ、そうなんですよ、はい、なんでその波に乗ってたら着くじゃないですか。まあそうですね、そう、はい、でもそういうわけには今はいかないのでなるほど、なるほど、そう、あの移動とかは気をつけないといけないなっていう、迷子にならないようにしなきゃいけないなって思ったりとか、ね、大型バスじゃないですもんね、そうですねっていうのもありますし、まあ、あの生活的にもやっぱりアイドルってその練習があって、はい、そう、あの本番があってみたいな形で、はい、その練習期間がめちゃくちゃやっぱり長いんですよ。はい、そのリハーサルがあったりとかっていうのがあるんですけど、うん、まあ女優になってからはどちらかというと自分との戦いというか、セリフの覚えるのとかもやっぱりあのお家でずっとこう覚えて、それを本番でやらなきゃいけない。とか、まあ、舞台とかだったらまあ舞台の稽古があったりとかもしますけど、うん、あの稽古の前にやっぱり自分の時間っていうものが結構大事になってくるんですけど、はい、アイドル時代はもう最初からそのなんて言うんですか、先生がいて振り付けをしてもらうみたいな感じなので、はい、そういう面でもちょっとあの動き方が変わってくるかなって思ったりもしますし、まあ、あとはアイドルらしくいなきゃいけないなってアイドル時代、そう、はい、思うんですよ。なるほど、難しい、うん、女優だったらその役に合わせて自分を変えていくけど、はい、アイドルってなってくるとやっぱり自分だけじゃダメなところもあったりして、うん、まあそうですね、そうなんですよね。だから本当の自分っていうのをやっと出せるようになったのはやっぱりアイドル卒業してからなのかなっていうところはあって、で、まあ、アイドルでそのたくさんの人数でやってるからこそ自分の立ち位置とかも、その私は副リーダーをやってたので、その場も回さなきゃいけないとか仕切らなきゃいけない、それこそいいこと言わなきゃいけないとか、ボケてたらいけないとか、そういうなんかいろんな立ち回り的にもその自分っていうよりもその場とかアイドルらしい発言とかっていう方を、難しい、はい、そうなんですよ、気にしてたっていう面ではやっぱり全然違うのかなって思うので、私のファンの方とかは結構ちゃんとついてきてくださってる方が多いんですけど、そのアイドルから今の女優になってから、うん、あのついてきてるくれてる方もたくさんいるけど、変わったねってすごい言われることもあるので、うん、そのあたりは違うと思うんですけど、生き生きしてる、今の方が生き生きしてるってファンの人にはすごい言われるので、うん、良かったかなって思うし、アイドルらしくっていうものにとらわれすぎて、ちょっとこうやっぱり息苦しくなってたっ
ていうのが、うんうんうん、ファンの人にも気づかれてたんだなって、今生き生きしてるって言われるからこそ、あのまだまだだったなっていやちょっと思ったりはしますけどね。それはね、真面目だからだと思いますよ真面目さゆえの、まあ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 、まあ、そう、こう なりたいっていうのもあるし、うん、それだってグループのこと考えての行動だったから、そうですね、そう、自分よりこう例えばグループを考えてっていうものから、うん、こう自分個人になったっていうことだから、うん、私はめちゃめちゃいいことだと思いますけどねそうですね、そうだから私はすごい前向きにあの、うん、捉えてるので、すごくあのアイドル時代ももちろんすごくいいものだったとは思うんですけど、うん、それがあっての今で、うん、あのありがたいことですし、そう、もう本当にあのアイドルの時もいい思い出で、これから頑張るぞって感じの、うん、いや、同じだな、気持ちで、ここで終わるのが綺麗だなでもまだ扉が2つ残ってる、開いてもらってもいいですか。はい、開きます。ダーン、ダーン、1周年、1周年というキーワードをいただきました、はい、ペンネームワンデレさんからいただきました、はい、エミさん、ワンちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。7月1日に、ワンちゃんがゲーム配信をしているマイムプロ、はい、はい、e スポーツ部が1周年の節目を迎えたので、はい、もし1年前と今でゲームに対するイメージや配信に対する気持ちの変化などがあったらお聞かせくださいといただいてますが、1周年おめでとうございますですね。ありがとうございます。やっとまあ1周年なんですけれども、はい、あの私ゲーム配信どころかゲーム自体をしたことがなかったので、ほとんど、どういうきっかけで、あの実はうちのマネージャーさんがゲームが好きで、一緒にゲームしようよみたいな感じでゲームをしてて、どうせだったらゲーム部立ち上げちゃうみたいな感じで、こうゲーム部がポンポンと立ち上がって始まったものなんで、そうなんですよ。だからゲームがあの一番最初に好きになったのはうちのマネージャーさんなんですけど、まあそっから始まりまして、今はゲーム以外のこととかもやってるんですけど、私やっぱりフォートナイトを一番最初に始めたんですよ、うん、はい、そしたらあのすごい酔うもうね、私15分とかやってただけで本当に吐くってなるぐらいすごい酔う、すごい酔う、もうどうしようかと思ってて、最初このまま、はい、私配信できるのかなって気持ち悪いし、ね、気持ち悪くてで、いつかは顔出ししないよって、最初は顔出ししてなかったんですよ、はい、でいつかは顔出ししなきゃいけないよって言われたけど、私このままだと気持ち悪いなっていう顔で配信しなきゃいけなくなるぞ大丈夫なのかこれって言って、はい、もしや顔出ししてておえってなったらどうしようかなとか全部見えちゃうっていうね、そうそうそう、あれですね、もうとんでもない放送事故になってしまうぞっていうのを、はい、1年前に思ってましたね、ちょうどそんな頃から1年だって今どうですか。で、酔わない、すごいそんな変わるんですねもう1年ってこんなにも素晴らしいんだと思うぐらい酔わなくなりました。2時間3時間だったら全然大丈夫ですね、さすがに。酔い止めとかは、あ、もう飲まずにいけるようになったんですよ。さすがにいつだったかな、7時間ぐらいぶっ通しであのゲームした時はさすがにちょっと気持ち悪いなってなったんですけどなりますなります、はい、なったんですけど、でも 2,3 時間だったら持つようになったんで、最初15分で気持ち悪かったものが 2,3 時間できるってすごくないですかっていう、大成長素晴らしいだいぶ成長できたなっていう、絶対こんな話聞きたかったわけじゃないよね、ごめんね私の酔う話すごい、いや、よかったですでもまあ酔わなくなったことでゲームの楽しさが改めて分かるようになったので、はいはいはい、これからもいろんなゲームに挑戦しながら自分に合うものをね、さらに見つけていけたらいいかなとは思っております。いや、いいですね、はい、ちょっとそんな最後の扉を開いていただいてもいいでしょうか、はい、最後の扉、じゃじゃん、この流れでこちらです。そうなんですよね、はい、まさかのこ
こちらでございます。はい、はい、アモガスというキーワードいただきました、はい、ペンネームひづきさんからいただきました、はい、あゆみさんとアモアスコラボ配信をされている、犬塚さん、うん、どういうつながりでそんなコラボが実現したのか気になりますまた他にもどんなゲームが好きなのかも気になってますということで、うん、はい、アモアスはあれですね、それこそ最初が、ね、その1000人突破の時のそうです、ね、アモアス部の、うん、そうなんですよ、あの配信のところでお会いして、うん、ちょっともしよかったらって声かけたのがきっかけだったんですけど、はい、そうですそうです。他例えばこんなゲームが好きだとかっていうのは増えたりしました？そうですね、まあ、あの最近やっと私 PC に移行したんです。今までは PS4 でずっと配信をしていたんですけど、はい、そうなんですよ、やっと PC にあの、はい、移行することができまして、うん、あのこっから増やそうって思ってるんですけど、ゲームなんで、まあ、今のところはフォートナイトしてたりとか、あのエイペックスしてたりとか、フォールガイズしてたりとか、はい、そうですね、あとはまあなんかあのマリオパーティーしてたりとか、うん、マリオカートしてたりとか、なんかそっち系のちょっと楽しいものをたくさんしてたりとかもするんですけど、はい、まあこれからやりたいことがたくさんあって、ホラゲーとかもちょっと挑戦してみようかなと思ってて。ホラーお好きですか？大嫌いなんですよ。おどうして？私もうお化け屋敷とかも入ったことないぐらい本気の怖がりなんですけど、そしたらなんか私があまりにも怖がるのでマネージャーがしめしめと逆にね言うんですよね、周りはね。そうなんですよ、周りは言うんですよ。そう、みんながしめしめって言い出して、いろんな、最近やばいんですよ、そのゲーム部の、はい、LINE があるんですけど、はい、もうホラゲーの URL めちゃくちゃ送られてきて。夏やから。だってどれって。怖いよ怖いよ、そっから怖いよ、もう。もうそれこそがホラーっていう感じなんですけど、ね、まあやりたいなと思っておりますので、はい、こっからちょっといろいろね、見てくださったら嬉しいなと思っております。ね、あんまりね、はい、今までゲームやってこられなかったっていうことなんです、うん、これすっごい自分に合ってるなとか、うん、めっちゃハマって何時間もやっちゃうみたいなやつとか増えるといいですね。そうですね。これからもね、うん。だからこれから本当に自分に合うものを見つけたいっていうのがあるので、うん、うん、本当にこれからに期待していただけたら嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでございまして、無事7つの扉すべて開くことができました。はい、ワンちゃんこの後のコーナーもご一緒していただきます。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。魔法使いと7つの扉。人生虎の巻、お悩み相談のコーナーです。こんな時どうすればいいのなんて、誰かの意見を聞きたい時は師匠にお任せ、ある時は真面目に、またある時は偏った思想でリスナーのお悩みをまるっと解決していきます、うん、明日の昼ご飯 A と B どっちがいいから、会社で実はこんなことがまで幅広く大募集しています、はい、ということでワンちゃん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでメールご紹介していきましょう。はい、1つ目こちらです。カラーひよこ百式さんからいただきました。お、僕は美少女ゲームをプレイした後だと、うん、恋愛なんて簡単じゃんと思ってしまうのですがゲームのルート選択って実際の恋愛でも当てはまるものなのでしょうかって聞いてるんですけど、なんか、まあ、いろんなゲームをやるって言ってるワンちゃんですけど、はい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 、こう例えば恋愛するゲームとか、うん、男の子いっぱい出てくるゲームとか、はいはいはい、そういうのはどうですか、触れたことありますか？そうですね、私ちょうど最近やったことあるんですけど、あの一瞬にして振られましたねあれと思って、あ、めちゃくちゃすぐ振られるじゃんと思って、本当に開始5分とかでもういいみたいな感じで男の子が去っていく後ろ姿のやつになって、なったのでそれはすごい、まあ、言い方あれですけど、すごい下手なのか、それでもそういう、こう鬼畜な感じのこうゲームなのか、どなんでなんでしょうね。私自分に素直にまずは答えてみようと思って、私の思ったままの答えの方やったら本当にすぐ振られましたけど、これは何下手なのかな。なのでもしこの実際の恋愛でも当てはまるものなのだとしたら私はすぐに振られる女になってしまうので、当てはまらない方がいいなみたいなところあったりするな。あー、なるほど、これは難しい問題ですねでも恋愛って簡単じゃんって思ってしまうってことは、もし多分あれですよね、当てはまった方がいいなっ
って思ってる派なんでしょうね。ですよね。私と VS ですね。そうそう戦ってますね。VS感あるね今ね。そういやでもゲームと現実ってやっぱどうしてもね。まあね。違うかなと思いますけど。それはゲームでもいろんなパターンあると思いますし、人もやっぱり人それぞれじゃないですか。もちろん。なのでどうでしょうね。あの人によるゲームによるっていう方でいいんじゃないですかね。いいと思います。だってでそれこそわかるんですよ。ホラーゲーすごい好きになったとして、うん、ホラー好きになるとは限らないですもんね。そうですよね。お化け屋敷強強になるとはわかんないですからね。そうですよ。ホラーゲー好きだけどホラーは嫌いだし、なんならホラーゲー楽しいけどやっぱり怖いっていう気持ちでずっとやってるかもしれないですしね。そうですよ。そうバイオハザード強かったからといって、うん、実際その状況で生き残れるとは限らないですからね。そうですよね。だからもしかしたら、ね、あの現実世界でも恋愛なんて簡単じゃんって思いながら何回も振られてるけど恋愛なんて簡単じゃんって思ってる人がいるかもしれないですしね。悲しいな。それは全然悲しいな。それは人によってまあ考え方とか様々なのでね。そうですね。だからまあでも簡単じゃない恋愛をした方が楽しいのでは。お、いいこと言う。確かにそうですね。そうですよねきっと。そう簡単だと後々大変かもしれない。そうだと思うんですよ。結婚した後に豹変するかもしれない。そうかもしれない。だからそうですね、簡単じゃない方がいい。そう絶対そうだと思うんですよ。はい、はい、だからねぜひ好きな方にはあの簡単じゃなくても頑張ってアプローチしてみてはいいのではなかろうかと思いますよ。いいですね。ワンタみたいに好きなように自分が思った通り言ったらどうなんですか。あ、振られますので気をつけてくださいね。みんな気をつけましょう。人のことを考えて行動するのがやっぱり一番いいと思いますのでね。全部ブーメランになっちゃってるところ、はいございまして、はい、このコーナーではあなたが普段気になっているお悩みも募集しております。ある時は真面目に、またある時は偏った思想でリスナーのお悩みはまるっと解決、メールは温泉番組ページのメールフォームまでご応募お待ちしています。早いものでエンディングでございます、はい、早い。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にあっという間で楽しすぎていろんな話しましたね本当に。なんで笑ったんですか今。いやあの思い返すとすごいいろんな話したなと思って。そうやっぱなんかもうちょっといろいろ聞きたかったなと思います、ね、そうですね。なんかいろいろお話ししたくなったのでこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでございまして、あの告知関係いかがでしょうか。そうですね、あの7月の1日にあの1周年を迎えたうちの YouTube のチャンネルがありまして、はい、あのマイムプロと検索していただいてもいいですし、ぬずかあさなと検索していただいてもいいんですけれども、ゲームだったりとか、あと私のなんかあの夏の動画だったりとか、ちょっとふざけたあの私の本当にゲームとはまた全然関係のない動画が載ってたりもするので、はい、私のいろんな表情が見れたりするチャンネルになってるので、ぜひぜひそちらも見ていただけたら嬉しいなと思っていますし、あとはツイッターとかインスタグラムもねやってるので、そちらではいろいろと告知もしていて、まだね告知ができないものが結構あったりもして、決まってるものもあるんですけど、今ちょっと告知ができないもので。あー残念。そうなんですよ。なのでね、そちらのツイッターとかインスタグラムとかをあのフォローしていただいて、私のことを知っていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私も告知をさせてください、はい、昨年放送してましたテレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかの主題歌主書店の CD が売ってます。買ってください、うん、そして今年の10月、6、7に行われます、東京ドームシティホールで行われますルーズラストコンサートに出演させていただきます、私の出演は10月の7日です、ぜひぜひチケット今販売中でございますのでよろしくお願いいたします。はい、そして、次回配信のお知らせです。次回のマホナナは8月の10日水曜日、8月10日水曜日です、ゲストは配信者、スナパイさんです。
番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しております。温泉番組配信ページの投稿フォームまでお送りください。ふつおたや番組の感想を各コーナー宛までそれぞれお待ちしていますということで、はい、ワンちゃん楽しかったな。すごい本当に楽しかったです。寂しいな。寂しいです。ちょっとなんかね、まだいっぱい喋りたいけど、喋りたいもう時間なんですねそうなんです ね、ぜひまた呼んでください。ぜひゲームでもいっぱい、もしよかったらぜひね、本当ですよね、遊びましょう。はい、いろいろと遊んでください。なんかあのアモアス以外でも遊びたいです。うん、本当ですよね。マリオカートとか、あ、やりましょうやりましょう。よし、私マリオカートすっごい大絶叫しながらやりますけどいいですかちょっとディスコード下げときますね。あ、そう、それが大事です本当に。あの耳おかしくなるんで絶対私とやったらえ、上手だと思います？この感じ戦えるぞ。私でも勝てる相手がいるかもしれないちょっと最下位決定戦をしましょう。そうですね、あの何人か弱そうなメンツ集めましょう。じゃあやりましょう、弱弱マリカやりましょう、はいはい、ということでございまして、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。今回のマホダナはここまでです。お相手はあゆみと犬塚あさらでした。せーの、バイバイ。この放送はマホナナ制作委員会の提供でお送りしました。